なってますから、やはり調子が上がってきたね。このトップ3のうち2人がなかなか上がってきた、ね、いや、もうベテランは出し切りました。優勝しましたよ。出し切ったね。あ、そうですね。出し切った。大丈夫。ベスト4で負けたのに、しこりこが一番こういいと思います。はい。そして前後これ狙えるんですよね。錦織選手っていうのはハードコートが狙えるんですよね。簡単に